はい、僕夏やっていきたいと思います。今回20日嘘ついた21ですねそうですね、21ですね。はい、昨日あれですね、なんか城の中、城だったよね、あれ古城だよね、の中を探索して、なんか鍵がねないんだよっていう、なのでとりあえず鍵を探しに行かないとねって、なんか思い出したみたいな、なんかイベントあるんじゃないかな、という予想。あとあれだ、トモコ姫の定規探してあげないと、明るいうちなら見つかるんだよね多分。なので今すぐ行きましょう今すぐ行けるのかな、わかんないけど。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。城屋さんちが蔵の中のものを寄贈するって話、そろそろだって。そろそろ持っていかれるってこと？うん。寄贈って草原に住む動物の仲間ですよね。それはカピバラのことじゃない？母上、カピバラよりも腹減った。食べ終わったばかりでしょえカピッポカピ、え、なんか全ての会話が今なんかちょっと違った気がするんだけど、どう、気のせいですか？まあ気のせいよね、ユニークって笑えばよかった。ちょっと笑える余裕がなかった今、ちょっとごめんね。台風シーズンになっても大きな被害が出ないんだ。さすがに鉢植えは家の中にしまうけどね。怖くね、冷静に。だってでも今蔵の話をしてたってことは多分そういうことだよね。蔵に向かいなさいっていう合図だよね。暑い日が続くわね。お洗濯には最適だけど、でもさ、洗濯干すのも嫌だし、しまうのも嫌じゃない？暑いと。無理なんだけど。室内なのに、室内に干すのも嫌だもん。豆ちゃんに極秘情報を聞きました。トモコ姫さんは腕立て伏せを20回もできるそうです。すごくね、トモコ姫。パワータイプ？この前はいきなりだったからびっくりしたよ。あのところで出会うなんて。僕のこと水軍の幽霊かと思っちゃった。つら、幽霊だと思われたんだけど。そういう星の巡り合わせなんだ。何のこと？夜誰かとどこかで会って秘密話をしたんでしょ？何事も偶然が大事ってことね。なるほどね。深いわね。今日はどこへ行けば面白いか予言を聞きたい？はい。じゃあ今日は6ね。1、2、3、4、5、6。はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。え、意外1個しかない。一時も海水浴場、今じゃない？うん。あ、道路の方ね。はいはいはい。当たってると思う？さてと、豆の予言まだまだ聞く？はい。じゃあとりあえず丸ついてるやつ見よう。隣島の水軍の古城跡。でもそれ鍵ないとまだ行けませんからね。海で魚釣り、え？いよいよやることなくなってきた？魚釣りとかおすすめされると、あ、今日はやることないんだな、みたいな。OK です。じゃあ、予言を聞きたいときはいつでもどうぞ。マメは本当に何でも知ってるんだ。まあ、じゃあ、とりあえずですよ。こっち行って。あれでもおじさん一人しかいないけど。元気？よっしゃい！大丈夫？そう、もう戻ってこないの？それはおじさんに聞かれても全然わかんないよ。はい！まあそうだよね。わかんないよね。寂しいね。戻ってきてほしいよね。てか、どこに落としたんだろう、定規セット。
とりあえず郵便ひげと喋ってから、最近うちのとも子に会ったかい？なんだかあの子悩みがあるみたいなんだ。ねえおじさん、僕に手紙来てないかな？うん、残念ながら来てないな。今は島並ノアさん宛てのものなら来ているけどね。お姉ちゃん宛てのものなら僕同じ家に住んでるから持って行ってあげるよ。あ、じゃあ頼もうかな。いいかい、なくしちゃダメだからね。うん、分かったよ。分かった、頼まれたよ。うん、よし。ここでいつも探してたじゃん。でもここにないってことは、いやでもどうなんだろう。竹やぶ。え？なんか落ちてるぞ。どこ？なんかずいぶん私が見た場所とは違う場所にありましたね。やったー。定規セットゲッツ。じゃあ、どうしようかな。定規セット手に入れたし、このままこっちから遠回りかな。まあいっか、とりあえず海にダイブしよう。魚釣り確かにした方がいいのは事実なんだよね。そのメダル的にさ、私なんか全然魚はねえ進んでないですから。夜とかここまで夜釣りしに来るっていうのが多分理想的なのかもしれんよな。うん、一回釣りする？勢いでやってみる。はい、頼むよ。なんかでかいのドーンと釣りたいよね。こないだタコ釣ったでしょ？イカじゃない？すごいじゃない！わあ、ニューだよ。すごいじゃない。ボラさんです。はい、まあね、ボラもいいけども。まあ、ボラさんさすがに一匹じゃね、提供できないので。頼む、来てくれ。何？見えないんだけど。何が来てる？え、何？タコでした。じゃあこれ最後ね。これやって、釣って、もう向こう行くわ。まあ、タコが提供でき、待って。腐ってないおはぎ。嫌な予感がする。なんか腐ってたらいたたまれないよな。まあ、許してって感じ。なあ、またタコじゃない？タコすごくない？タコ率。とう。そうか。なるほどね。なんか水汚くないですか、今日。いつもこんなもん。よいしょ。よいしょっと。さあ、まずは。そうだね、なんか時間によってあれって言ってたからさ、ちょっとなんかあえて。お、何？あれ？おじちゃん、仕事はどうしたの？うるさい。今それどころじゃないんだ。うるさい。ああ、走った。ねえ、寄贈するって言ってたけど。どうしたんです、そんなに急いで。もう持ってっちまった。蔵の中のものですか？その中でどうしても我々にとってどうしても必要なものがあるんだよ。用水池の水。
なんでこんな名前なのかしら。まあ冒険もいいけど、あんまり危ないことはしないでね。うん、ありがとうお姉さん。あらま、あらま。あー、いたいた、やっぱりここか。あ、なんで父上がいんの。鍵はもう見つけたよ。じゃ、先を越されたぜ。それにしてもあんなに走ったのは久しぶりだったな。じゃあ僕ちゃん、はいよ、頑張るだぞ。うん。うわ、ビューンといける。うわ、どうしよう。ビューンと行くか。だったら一緒に行くとするか。そうだね。まあちょっと自分で行ってもいいけどさ、なんか時間かかるしね。うん、しょうがねえな。え、また付き合ってやっか。何がしょうがないって。ここまで来るのだって大変なんですからね。ちょっとみんなひどくない。じゃあみんなで城の中に入るぞ。七人の力と心を合わせるんだ。おー、なんかびっくりしたとか、みんななんかそんなに嫌、めんどくさい、ごめんね。日記書こう。見つけたよ。いや、見つけたよ、かわいくない。見つけたよ。何があってるよね。結構する人が多いな。よし、ちょっと見ていい。腐ってるとは思うんだけど。あー、腐ってしまった、どうしよう。モンスターチョコ食べよう。のんきじゃない。レアじゃない。パトロールキット。かなりかなり珍しい。やったー。いいじゃない。かけるんじゃない。パトロールキット。かわいいかな。よいしょ。ごめん、全然かわいくなかったね。まあいいや。ね、はい。で、こっから降りれるので。よし。わ、いよいよだよ。これでいいんだよね。いよいよその時がやってきたぜ。じゃあ、開けるよ。おお。おお。まだまだ続いてる。先へ行ってみようよ。いいね、いいね、冒険だね、これは。こっち？おお。なんかすごくない？何これ、下にも行けるし上にも行けるの？で、下行く？行けるのかな、でもこれ。あれ？これなんだ？降りれないぞ。どういうこと？あれ何？結構謎じゃない？特に何もないですよね。何？ここ、ずいぶん湿気があるね。これが最後の扉かな？なんか、とんでもないことになるって出てるよ。どう？開きそう。わかんない。じゃあ、力を合わせて。おお。よいしょ！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 ほら、ガールズも。はい。よいしょ！よいしょ！よいしょ！座敷わらしでも誰でもいいから、どこかにいるんなら、私か。やってやんの。よいしょ、よい
あ、いたみたい。よかった。私座敷わらしです。なんだこれ、水が。あ、え、みんな生きてるか。鼻に水が入ったまま。かわいそう。何が起きたんだ。外の光が見えるよ。ぐちゃぐちゃ言ってる。おお。うわ、眩しい。あれ、ここどこだっけ。お母さん。なんだかよくわからないけど、よかったね。どういうこと、よかったのこれは。大丈夫だったか、ジュニア。うん、お兄ちゃん。我々も。とにかくみんな無事でよかった。うん、そうだね。いいじゃない。なんかだから言ったでしょ、あれは池の水を抜く鍵だって。なるほど、なるほど。前のまんまじゃねえか。じゃあお前も早く帰ってくんだぞ。じゃあね。え、まだまだちょっと探索したいもん。わざわざ水抜いたんだよ。探索しないでいられないよね。え、なんかいるんじゃないの。いるかもしくはあるんじゃない。だ、ちょっと汚そうだよね。お、おお、下。何これ、これ何。え、スペースエクスプレスレア。かなりかなり珍しい。やったぜ、やったぜ。え、こんだけ。でも不気味ね、今のところ。なんか何あれ、だって水に沈んでたんだよ。不気味じゃない。まあいいね。人質までもう少し。あ、大変大変。生まれて初めて溺れるかと思ったよ。え、待って、スペースエクスプレス可愛くない。可愛い。たださ、池の底にあったんだよ。腐ってか、なんかね、特に何もないですね。これだけってことないでしょう。どうなんだろう、あれだけなのかな。まあ、時間はまだね、全然あるので、とりあえず夕方までに向こうに。え、このここ気になるんよな。このこれ何なんだろう、これは一体何なんだろう。まるで排水溝みたいだ。そういうことか。別に行けるわけじゃないんか。あ、なるほどね。それタコが泳いでんだな、きっと。ふん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 。何もいないよね、この辺。なるほど。なんか跳ねてない？え、かまどお前、やだ。ミスった。ひやめればよかった。なるほどね。じゃあ、こっちちょっと見てから帰りたいので、ちょっとこっち見ていきましょう。あの木とかね、見ていきたいじゃない。いい虫いるかもしれないし。よいしょ。面白い。まあ、ただ水抜いただけだけど、でもなんか青春だよな。ね。特に何もいないかな。ニューはいない。え、オオカマキリってこの世界絶滅したのかしら。確かにオカマキリは見ませんけどね、リアルでもあんまり。うん、まあ何のカマキリを見ますかと言われたら、ちょっと種類まで私もわからないからな。待って、今なんかいた。のー、いなくなってしまった。セミいたよね、なんだろう。まあ知らないわね。なんかいるかな。やったぜ。
何？うん、まあ、あの、嬉しくはないですね。さよなら。なんかいるかな？なんかいるかな？やったぜ！え、なんなんだろうね、やっぱね。この、こいつ率ね。こいつ率って。ちょっと粘っていい？もう。やったぜ！今、でかいけど。でかいけれども。70ミリでしょ。70ミリの他のカブトムシとか出てきてたらね、最高に嬉しい。結構いるね。やったぜ！全部ガです。はーい。うまくはいかないわね。はい。なんかいるか。めっちゃいるんだよな。やったぜ！え、交互？何？この2匹の虫しかいないの？ちょっとちっちゃいし、なんならさっきより。なんかいるか。やったぜ！ダメね。諦めも大事よね、やっぱりね。どんどんちっちゃくなっていってるわよ。あ、じゃあ次しゃがんだら終わります。なんかいるかな。次しゃがんだら終わります。しょぼんど。え？やったぜ！まあ、そうね。そんなちゃいないよね。パッパパッパね。あ、70、最初の一匹かな。帰ってきましたね。さようなら。今ニューいたんだけど、絶望した。いなくなったし。ニュー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 。ミンミンゼミ、え、ミンミンゼミまだ持ってなかったんだ、意外。何それ、ヤブカラスティックってこと？今日来れそうかな、夕方のここまで。まあ、タコはね、ちょっともうお渡しできないんですけど、そうなってくるとね、まあ、別にタコは一度食べてますから、別にいいかなっていう。なんかいます？いないですね。なんかいるかな。チェ、なら帰ろうか。いや、これ遠回りしてるな。大丈夫かな。パッと帰った方がよかったよな。いや、でもここのアングル好きだな。とても良き。とりあえず泳いで、秘密基地の近く行きます。頑張ろう。で、虫取りじゃねえや。まあ、みんな大好き、あれ。虫相撲終わったら、もう一回こっち来ようかな。なんか夕方だと何か違うのがいるのではないだろうかという期待をね、してもいいんじゃないかなって。モン消しゲッツしました。嬉しい。意外といるのね、まだ。よいしょ。とりあえず泳いで向こうに行く方法でもね、まあ、でもあれですよね、
途中のところで上がればいいから、まあまあまあ行くのは楽でしょう、はい、あとボク君のスタミナ次第ですよ。頑張れボク君、我々には時間がない。言うてもう3時が来る。よいしょよいしょ、あとトモコ姫に渡さないとね。そうだそうだ、秘密基地行けばいるよね。そうだ、いるから別にそれでいいや。秘密基地で渡そう。よいしょよいしょ、ちょっと待ってよ、上がるならここだよね。OK。 今何時？あ、ちょうど3時ですね。3時のやつって感じ。はい。合言葉を言いな。え？ちょっとわかんない、なにこれ。むずいよ。もっと簡単なのに頼むよ。合言葉を言いな。はい。魔法の天使、クリーミーマミ。魔法の天使、クリーミーマミ。よし、中に入れ。なんていうのこれ。合言葉を言いな。魔法の天使、クリームシチュー。最悪。入ってきちゃダメだよ。0点よ。クリーミーマミーをクリームシチューっていうのはもうちょっともう0点。本当に。お笑いのセンスもないわよ、ちょっと。郵便局の近くで、ともこ姫の定規セット拾って、おお返せた？ありがとう、探してくれたの？歩いたら偶然見つけたんだ。優しい。来年から中学生だから、みんなとも春でお別れなんだ。そうなんだ。寂しいわね、そういうの。なんか、聞いたような会話だな。あ、そうなんだ。そうなんだ。よし、やるぞ。負けられない戦いがそこにあるからね。ただまあ最近本当にね、強化するのも時間かかるのよ。いかんせんなんかね、なんていうの、その、すぐ疲れちゃうというか。なのでね、ちょっと、まずはメスパイセン、ちょっとまず行くよ。さあ行くよ。まず俺が相手だ。何、別に強いでもいいな。ね、それ何なの？まだこれだ。それ何、人気あるの？なんかそのすごい見かけるけど。やれ。シンクの玉ねぎ、あれこれ私のじゃない？シンクの玉ねぎってそうだよね。おい、あれ。ちょっと負けちゃう、負けちゃう。さすがに負けるのは認められない。ちょっと。ヒップアタックだね。ナイスだね。よし。なめんじゃないわよ。ヒップよ、ヒップ。レベルアップか。レベルアップおめえ。じゃあ次は僕の番だね。とりあえず10勝生きて。頑張って。8勝10敗。なんかかわいそうね。よし、いいぞ、ヒッパーアタック強いよ。よし。まあ、冷静な勝利よね。やっぱり負けか、うん。そう、メスパイセンを舐めんじゃないわよって。次は私の番ね。彼女、パイセンだから。うん。えいえいえい。ねえ、みんなノコギリなのは何？勝ってよ。急なノコギリブーム？デコピンかな。あら、何？ヒッパーアタックだね。ぐちゃ。効果音やば。ぐちゃ。あれ？負け？負けよ。あ、疲れてきてる。レベル上がったみたい。でも大丈夫。これにさえ勝てばいいから。これにさえ。次は俺の番だ。頑張ろうね。
はい、頑張って。いけ、ヒッパーアタックで一撃よ。一撃は無理だったわ、さすがに。あー、頑張れ。ヒップ、ヒップ。そこで踏ん張れ。あー、でも何もしなくても勝てそう。はい。お疲れ。太陽ノコギリスターお疲れ。何だ、その名前。お、レベルが上がったぜ。お、ついに実証だな。受賞したらさ、名前をつけてあげましょう。なんか可愛い名前にしたいよね。キューティー使っちゃってんだよね。結構使っちゃってるな。爽やか、爽やか、爽やかスケバン。怖っ。爽やかなのにスケバン。いいや、ごめんね。スケバンちょっと頑張ってもらわないといけないから。で、この間もらったやつ、これ白数字カミキリ、ちょっとどんなもんかちょっと試してみましょう。試して合点。やれ、いけんのこの子。噛みつき、怖い。救い投げだぜ。ねえ、弱くない？ちょっと待って、そりゃクックックだよね、わかる。レベルアップか。え、弱かった。お、ついに鍛えないとダメかな。受賞したらさ、名前をつけてあげましょう。ペタノコギリで、は？何それ。ちょっとこの子鍛えるなら、正直この子鍛えたいなって。待って、この子疲れてるんだけど。なんでよ。やれ。6勝してるからさ、でも10勝無理だな、疲れてるもんな。おい、何もしないんだけど、頑張りなさい。救い投げだぜ。救われてる場合じゃないわよ、頑張るの。ねえ、おい、首折れそう。おい、うちの子首折れそうよ、なんか。大丈夫？おい、デコピンや。ちょっと待って、死ぬ、死ぬって。回復の前だけだ。ナイスだ。こらえろよ、こら。ナイスすぎない？いける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 。おい、いけるって。マイマイさん動いてね。動かないんだけど、マイマイさん。やれ、もう限界ウーマンってことだぜ。ちょっと頑張って、マイマイさん。マイマイさん、マイ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 、頑張って。あ、まあ、勝てましたね。ああ、じゃあこっからちょっとね、まあ強化またしていこうと思います。ヒラタンが、ヒラタンが、余裕でした、ヒラタン。これも運命、諦めるこった。仇は俺が取ってやるぜ。まあ任しとけって。よし、まあヒラタン倒したんで、まあ、うちのカブトにかかればね、ヒラタンなんてもうプって感じよ。プって、本当に。まあ、ただうち他がやっぱ弱いのかな、不安だよな。よし、ヒラタンに勝った。挑戦するなんて100年早いね。ほんとよ。強気。よし。じゃあ、全員整列。よし、解散。じゃあ、私はもう一度、向こうに戻りましょう。で、あれですね。よいしょ。なんとか、まあ、4時から夕方なので、夕方のね、虫チェックです、向こうの。やっぱ意識してね、夕方に行こうと思ってはこうやって考えていかないと無理だからね。で、向こうにいたら多分おじちゃん来ないでしょう。いや、どうなんだろう、来るのかな。まあ、来たら来た時だよね、無視しよう。ひどい。
今あったって。絶対あれは取れる。絶対取れるよ。大丈夫。取るよ。てってってってて。あれどこだった？あれ？場所がわからなくなったよ。結構普通にこの辺じゃなかったっけ？ないな。あれ？さっきのどこだ？わかんないんだけど。もういっか。どうせ瓶だよ。ひどい。ちょっと今、そこにね、時間使ってらんないんで。はい。ほら、もうすぐ4時だよ。どっから上がれたっけ？ロープ垂らしたところを思い出すよ、私。ロープは、この辺とかじゃなかったっけ？違うんだ。あれ？あった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 。これか。よいしょ。これ登れるの冷静にすごいけどね。さあ、もうちょっとで夕方ですよーと。来た。虫たち。うわ、いいな。ちょっと待って、この景色良すぎん？サムネ映えだけども、今日はサムネあるからな、きっと他のシーンが。うお、ニューめっちゃいる。まじ、おばちゃんの言ったことは正しいな。あの、時間、ね、変えていけっていうのは。はい。さすがにここにはいないわな。うん、違う、ニューじゃないのが入った。くそ。ニュー、どこ行った？ニュー。ニュー、戻ってらっしゃい。入った？入ったんじゃない？やったぜ！やった、昔トンボ。昔からいるってこと？そういうことではないよね。トンボ系が多いのかな、夕方。で、捕まえてないやつってなると。ここはニューいない。ここは？ニューはいないか。そうだね。ここもニューはいないと。待って、夕方のここめっちゃ綺麗じゃない？やば。テンション上がるわ、こういうの。こっち来るなら夕方だよ。絶対そう。ね。なんかいるかな？やったぜ！もう何？いい虫？マイマイかぶり？うわ。もうふーんって感じよね。何もいない、ここ。なんかいるかな？やったぜ！もうさ、夕方のせいでさ、同化しちゃってさ、わかんなかったよ、今。はい。なんかいるか。いるんだ。やったぜ。これしかいないんだ。まあ諦めよ。ちょっともう、もういいです。はい。でも特にやっぱニューはいないですね。ニュー求めてきたんですけど。ニュー。なんか入ったわ。ニュー、ニューの方。何もいないですね。ヤブキリしかいないもんね。すごいセミ鳴いてる。うるさーいって感じ。なんかすごい飛んでる虫はいっぱいいんだよ。いっぱいいるんだけど、いかんせんちょっとニューではないという。ほら、まずい、6時が近づいている。待って、ニュー2匹しかいなかったよ。そんなことある？
これもはや何の成果も得られませんでしただよね、得られてないよマジで成果。ニュー、ニュー、ニューの方、嘘でしょ、見つかった、はあ、まあしゃあないね、うん、しゃあないしゃあない。古城の秘密には本当にびっくりしたな。橋を作らなくても行けるようになってたなんて。財宝はなかったけどね。でも俺たちはもっと大切なものを手に入れたんだぜ。なんだっけ。はあ、わかんねえのかよ。友情だよ友情。じゃあ今まではへっ、そんなもんないね。それにしてもまだまだ頑張って走れたし、俺の若さも捨てたもんじゃねえな。誰もあなたを捨ててなんかいませんよ。大事な人なんだから。え、そんなの。うん、夏は私の代わりに蚊に刺されてくれるし、そういうこと。冬の寒い日なんか一緒にいるとストーブ代の節約にもなるし。あ、そうですかそうですか。あ、ご飯冷めちゃうよ。そりゃ大変。よっしゃ、じゃあ食べよう。いただきます。いただきます。あれなんだろう、今日のご飯ハンバーグ、豆腐ハンバーグかな、色味的に。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うん、池の水が抜けた時溺れそうにならなかった。あんまり危ないことはしないでね。危ないことももうとっくにしてるから大丈夫よ。なんか姉ちゃんいないな。上におるんかな。1枚数万円、見ない力を合わせればどんなことでも解決できる。今回はそれが本当によくわかったぜ。そういえば古城の鍵のついた扉の近くに何やら気になるメッセージが残されてたんだけど、僕ちゃんも気づいた？え、気づいてないんだけど。何？嘘でしょ。明日見に行きます。いや、わかんない。覚えてたら見に行くわ。え、待って、なんで一人で海にいるの？なんかあった？辛いことでもあった？大丈夫？個人戦に必要なのは何よりもとにかく強い虫の存在だ。道場で鍛え、そして試合で技を習得させる。これさえちゃんと覚えておけば、もうお兄ちゃんに金棒だね。お兄ちゃんに金棒？最近あのカマキリさんの戦闘あまり乗せてないんですけど、技もね、そうさっき覚えたんだよね。だからだいぶ強くなったんじゃないかなって。夏の夜の海ってなんだか胸騒ぎがするんです。自分が何かに夢中になって溺れてしまう、そんな予感のような。え、うん、危ないよ本当に。夜って危険よ。てかお風呂入ってないんだ。じゃあ入ろう入ろう。学級の山田くん誰誰よ学級の山田くんって。よし、漫画姉ちゃんへの手紙って渡せるんかな。なんかあれさ、手紙受け取ってからさ、何日間か経たないとなぜか渡せてないじゃん。どうなんだろう。風呂から上がって何を飲もうかな。出た同じ会話。よいしょ、漫画姉ちゃん、漫画姉ちゃん。でもそこにいないから部屋だよね。これ入っちゃうんだけど、これ曲がるときにさ曲がりきれずに入っちゃうんだよな、あっちの部屋に。よいしょ、あ、いるよ。僕くんはどんな漫画アニメが好き？私はマクロスかな。マジ？どのマクロス？登場人物の声がうちの母親の声に似て。え、マジ？そういうこと？そういう話なんだ。ダメだ、マクロスの話はしてくれない。まあいいよね、マクロスね。私はちょっとあの
フロンティアしかわかんないですけど。じゃあ寝ますかね。もう寝ちゃいましょう、寝ちゃいましょう。はい。あら、僕の家来にしよう。若いからね。はい、ということで無事21日目も、おー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 、いいんじゃないの。ちょっと虫相撲がなね、虫相撲がね、ちょっとダメだよね。はい、ということで、また明日22日でお会いしましょう。はい、バイバイ。